こんにちは。今日から始まりました浮世図キッチン。最初にご紹介するお料理は胡椒飯と言います。江戸時代、胡椒は非常にポピュラーな調味料で、今和食に胡椒ってあんまり使わないんですけれども、当時は汁物ですとかうどんにかけたり、あと胡椒で魚を煮たり、いろいろなものに使われていたんですね。で、この胡椒飯も江戸時代の料理本にたくさん出てくるんですが、今日再現するお料理は名飯部類という1802年に上方で刊行された本の中に載っている胡椒飯です。今回はご飯を胡椒と一緒に炊いて出汁をかけていただきます。お酒を飲んだ後なんかに非常に爽やかですっきりするお料理です。ぜひ再現してみてください。Thank you.